これから高デザインの美授業を行います。担当します、鈴木美穂です。飯島です。杉澤です。では模擬授業を始めさせていただきます。今回は街で何が起きているのか、私たちに何ができるのかということをですね、今のコロナ禍での公園の例を考えてみます。まずこうした街について考えるときというのは、課題を見つける、観察して課題を見つけ、私たちの街に何が起きているのかということを理解するところから始まります。例えば今回のコロナ禍ではこんなように公園の遊具が立ち入り禁止のテープでぐるぐる巻きになっているようなことが多くありました。密になってはいけないということで遊具を使ってはいけないんですけれども、こうした立ち入り禁止のテープでぐるぐるに巻かれているっていうのは、まるで事件現場のようで少し悲しい光景でもありました。で、ここに掲示されたメッセージは、管理者なりに短い時間の中で考えてくださった誠意も感じるんですけれども、これが少し子どもには伝わりにくいんではないかなというようなことを、この光景を目にしたときに思いました。じゃあこの課題の本質って何なんだろうか、何が課題で何ができるのかということを次のステップで考えていきます。この時にですね、私が考えたのは、子どもにとって公園や遊具はそもそもワクワクするものだと。ここに来たら何かこう遊べるとか、子どもの楽しい思い出があるとか、そういう誰かの好きを制限するには、あの立ち入り禁止のテープでぐるぐる巻きっていうのは少し乱暴ではないかというようなことを思いました。そして子どもが主役の遊具でありながら、主役が置き去りにされているのではないか。本当は子どもには遊ぶ権利っていうものがあります。ただ大人の管理のしやすさを優先させた結果、遊具が事件現場のようになってしまいました。ここで次に提案、アクションを起こします。小さなアクションから街に介入をしていくっていうことは、実はさほど難しいことではありません。子どもたちに直接メッセージが伝わるような看板を作ろうと、地域の友人たち3人に声をかけました。あなたたちは社会の一員であり、遊びの権利は大事にされるべきである、そういうことを子どもに伝えようと思って、こういう看板を作りました。そしてこれを市議会議員さんを通じて市に提案し、市に採用してもらい、正式に掲示をしていました。このメッセージの中で私たちが伝えようとしたことは、まずはあなたたちはちゃんとあなたたちの権利を大人たちは大事にしようとしているんだよということでした。そこでこのメッセージを伝えるために、どんな手法を取ればしっかり子どもにメッセージが伝わるのか、一つは全部ひらがな表記ですよね。来た子どもがちゃんと読める。そしてもう一つが、漫画帳にパー君っていう、この子パー君って言うんですけど、パー君っていうキャラクターを作って、その子が話しかけているっていう風にすることで、子どもたちにより伝わりやすいんではないかっていうような手法を考えました。で、このパー君がですね、具体的に子どもに伝えてくれていることっていうのは、まず遊具の禁止は一時的であること。子どもはですね、時間の軸がちょっと、しっかりしてない時があって、これもう遊具ずっと使えないのみたいに思っちゃう子もいるんですね。だからこれは一時的であること。また今コロナ禍で自粛でありますけど、安全に遊ぶ方法は他にもあるんだよ、遊具が使えなくても他に遊びがあるんだよというようなメッセージも伝えました。そして何より、公園に遊びに来てくれてありがとう、公園に来た子どもが遊具が使えない、しかもなんか悲しい感じになってるって、がっかりした気持ちになるんじゃなくて、公園に来たことをちょっと喜ぶっていうか、こう何か温かい気持ちになるようなことを考えました。実際に掲示された様子がこんな感じで、子どもが自分で読んでます。で、これを見た5歳の女の子が言ったことは、あっち、以前の張り紙ですね、は大人っぽくて、なんでこんなこと書いてあるのだろうと思ったけど、パー君は可愛かったって言ったんですね。でも5歳なので、自分が思ったことがどこまで表現できているかわからないですけど、何かは伝わっていると。大人たちが自分たちに近づいてきているというようなことは読み取れているのではないかと思います。結構子どもは大人が思っている以上にいろんなことを感じて理解しているということは多くあります。そして次にですね、この行ったことから分かってくること、考えが広がること、思考を拡大するというようなことをやってみました。
これは今全国でどんどん増えている公園の禁止事項看板です。本来公園というのは都市の中、町の中でできないことが自由にできる、公共の場であったんですけれども、ボール遊び禁止であったり、談笑が禁止されているようなところもあったりと、できることがどんどん減ってきてしまっています。これも大人の管理のしやすさが子どもの遊ぶ権利より重要視されている問題の一つだと思っています。そこでじゃあこの問題どうやって解決できるんだろうということを一つ考えていくと、公園の多くがですね、地域に密着した場所であることを考えると、もっと使い手とのコミュニケーションをできるんじゃないか、公園の管理の仕方だったりあり方を考えるときに使い手とコミュニケーションしていくっていうことで道が開けていくんじゃないかというようなことを思いました。もちろんこうコミュニケーションしていくっていうのは難しいことではあるんですけれども、パークのプロジェクトのように小さな一歩を重ねていくということができるんじゃないか。そしてですね、ここでポイントなのはこのコミュニケーションっていうのを誰とするかっていうことだと思うんですね。で、今までは地域のことについては地域の人々と考えると、例えば公園だったら町内会に行って町内会の人に諮るというようなことがよくやられてました。でも地域の人に行っちゃうから禁止事項が増えてしまうんですね。ボールを使わないでくれとか。そうじゃなくて、まずは利用者とコミュニケーションするっていうのが一つの手法としてあると思います。利用者とコミュニケーションすることで、その後に地域から何か苦情が上がってきたら、その問題をどうやって解決するのか、利用者と一緒に考えていくこともできます。こうやって考えていくと、じゃあ大人とのコミュニケーションだけじゃなくて、公園の利用者である子どもとのコミュニケーションも必要だよね、というようなことになってくるんじゃないかと。コーデザインでは、こうしたコミュニケーションのあり方、今までのことに疑問を持って、こんな風にできるんじゃないかというところから、考えていく、提案していくようなことが求められていると思います。このパークンのプロジェクトは小さな一歩なんですけれども、こうやって実際にやったってことにすごく、意味があるんじゃないかなと思っています。こうやって実際にやることで、この人たちが考えていることってこういうことなんだっていうことが、地域の人であったり、行政の方に分かったと。実際にお母さんから、何人かのお母さんからこうお礼を言われたりもしました。ここからですね、さらにもう一歩考えてみようと。そもそも今の町って作ることを中心に作られてきた町、作ることを中心に作られるって当たり前なんですけど、作ることっていうことが前面に出てできた町なんじゃないか、戦後復興のために道路を作らないといけない、住む家がないから住む場所を作らないといけない、作るということが前に出てきた結果なんですけれども、今では先進国ではある程度基本的な欲求っていうのが満たされてきて、じゃあ次のステップとして何をしていくのかっていうことを考えてきたときに、作るっていうことだけではなくて育てるというような発想で町を見ていくことができるんじゃないか。 SDGs や持続可能性なんかを考えるときもメンテナンスだったり、今あるものをどう生かすのか、そういったアイデアが生きてくるということが考えられます。ということで今回はこのように一つの流れで、一連の流れでシークエンスで考えていました。まず課題解決というのは、この課題を見つけるというところから始まります。この課題を見つけるっていうのが非常に重要で、自分の視点がどこにあってどんな課題を見つけるのか、そしてその課題を単純化するのではなくて、その裏側にある背景であったり、社会的なこと、文化的なこと、歴史的なこと、いろいろなことを理解した上で本質を考えてきます。で、それは必ずしも正解じゃなくていいと思ってます。自分がこう考えるっていう一歩を明らかにするっていうことが必要です。そしてその自分が考えた一歩に対して何かできることをしっかりとアクションを起こす、一つ何かこうなってたものをパッと引くような、パッと動かすようなことができるんじゃないか、そしてそこから思考を拡大していく、こうした一つの一連の流れの中でこれをぐる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 回していくことで、新しい発想や新しいアイデア、次の思考のようなことを探っていくっていうことが、コーデザインではやっていきたいなということで考えています。以上で簿記授業を終わります。ありがとうございます。質問が私からあります、はい、パークンのキャラクターとか、パークンっていう名前とかっていうのは、これはもう元からあったものなのか、この公園にあったものなのか、今回新たに作ったものなのかっていうのはちょっと聞きたかった。
これは、はい、全部ゼロから始めてます、うん、というのはやっぱりゼロから始めないと意味がないと思っていて、新しく見つけた課題、まあ、新しく見つけたというか、まあ、自分たちで何かやろうとしているときに既存のものを使うっていうのは、まあ、それがいいっていう結論になればいいですけど、まずは最初ゼロから考えようと、うん、でじゃあゼロから考えようと思ったときに私が重要視したのはこの時のチーム作りなんですよ、うん、この時地域のメンバーなんですけど、こういうことやりたいと思った瞬間に3人の顔が浮かびました。1人はアートディレクターの子です。表現ができると、伝え方に長けてると。でもう1人の子は保育士の子です。子どものことを、例えば認知の仕方とかも含めて理解していると。なるほど、うん、でもう1人が地域のことをよく分かってるお母さん、うん、地域のニーズをよく分かってるっていう、この3者を呼んできたんです。これはどういう課題なのかっていうのが、私が理解した課題っていうのをまず共有しないといけない、はい、共有する過程でやっぱりちょっとした誤差とか言葉の選び方でなかなか理解が深まらないと。でもだんだん理解ができていって、しかもそのなんていうか、そういう誤差っていうのを議論だけで突破するのって難しいんですけど、パー君が出た瞬間にパッと突破できるんですよ、うんうん、こういう方向だったっていう。でそれはなんかこう課題があった時に課題をきれいに片付けていくことが必ずしも正解ではないっていうことも思っていて、こう何かものを出していくっていうのはすごく大事な行為だと思ってます、ね、やっぱりね、これ自分で美穂さんが思いついて自分でこの絵を描いちゃったらいいんだ。そうですね、できる人と一緒にやるとか広げていく、そうすると私のこの視点でしか作れるものじゃないんで、この視点にしか落ち込めないと。でもそれがこういろんな方向からの視点が関わることで深くなると、じゃあ何が一番大事なのかとか、例えばその子どもの遊ぶ権利みたいなことは保育士の子がすごく盛んに言っていた子です。そういうのは私の引き出しからだと何かこうもうちょっと下の方というか、すぐには出てこないようなところにあることっていうのをチームでやることで出てきた。今おっしゃったように、そのアートの人と、はい、それから保育士の人と、はい、地域密着の人と、はい、こう美穂さんとで集めて、はい、あなたがリーダーになってやったっていうのは、はい、まさに国際デザイン経営学科の、我々が育成しようとしている人材そのものじゃないかというふうに聞いてました。でもっと重要なのは、その市議会議員にアプローチしてこう実装するっていう、アイデアだけっていうのはよくあるんだけど、ちゃんと実現して、こういうふうに公園に設置したっていうところまで持っていくっていうのがすごく重要ですよね。おっしゃる通りです。突然行政に持ってって、まあ、行政の担当課の方も知っているんですけど、知ってるからといって持ってっても困らせるだけなんですよ、うん、だったらどういう手順を踏んだ方がその人も受け入れやすいか、実装するためのプロセス、どこから行くのかっていうようなことまで考えた上でやるっていうのが、ただのデザインって言ったらあれですけど、ただものを作ればいいっていうことではないっていうようなことは、本当この学科でやっていくこと。